こちらドルフィン、建物に隠れているが周りは円盤だらけだ。救援を。こちらラビット、円盤に囲まれています。身動きが取れません。仲間の救援に向かう。そりゃ無茶ってもんだ。ウソ、聞こえるか。円盤に関する情報がある。こちら戦略情報部、あの円盤は無人機、つまりドローンです。やり方によっては少数でも戦えるはずです。方法を教えてくれ。重要なのはドローンの色です。青いドローンは警備モード、無害な状態だと推測されます。青く輝くドローンに危険はありません。何らかの条件でドローンは赤く変わります。赤いドローンは戦闘モード、目標を追跡破壊する殺戮マシンです。このエリアのドローンは全て警備モードだ。一度に全部を相手にせず、少しずつ誘い出し各個に撃破しろ。この方法なら十分に勝機はある。一刻を争う。軍曹、ドルフィンとラビットを救助してくれ。やってみよう。気づかれる前に有利な位置に移動する。戦闘準備よし。民間人、心配するな。俺たちがいる。青は警備モード、赤は戦闘モードです。所詮は機械だ。からくりさえ分かってしまえば戦いようはある。次の機械にな。走るぞ。早く仲間を助けて、ここから逃げましょう。今のうちに弾丸を装填しておけ。イエスサー。警備モードから戦闘モードに切り替わる条件を詳細に分析しました。戦闘モードに移行する条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、攻撃を受ける。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり被弾したドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。よっさ。
がいいぞ。誇れる任務に集中しろ。間違ってないよ。どっついてこい。いいね。何者かは知らないが、強大な軍事力を持っていることは間違いない。そして完全に俺たちを殺し、破壊の限りを尽くそうとしている。そんな奴らには関わりたくねえ。上がってくれ。命中しました。私は EDF 総司令官だ。これより重要な情報を伝える。現在 EDF は敵性勢力との交戦状態にある。我々は先制攻撃を受け、多くの基地を失った。それだけではない。敵は大都市に怪物を投下、民間人への無差別攻撃を続けている。今この瞬間も犠牲者は増え続けている。全ての兵士に告げる。我々は戦わねばならない。素晴らしい戦果です。このデータを解析すれば戦いの流れを変えられるかもしれません。民間人、よくやったな。今度こそ安全な場所へ連れて行ってやる。市民を守るのが我々の役目だからな。分かったか。さあやった。
全には見えないな。安全どころか、ますますヤバくなってやがるぞ。どう見ても危険だ。俺たちよりも市民が危険だ。グーゾ、力を貸してくれ。怪物を駆除する。分かっている。行くぞ。来い、してやるぜ。見たことがない怪物だ。熱烈歓迎だぜ。兵士はいいぞ。最高の仕事だ。怪物さえいなければ。ゲッパー寺は防衛隊だ。燃えたぎる魂のタフがいた。さあおたけびをあげろ。こちらレンジャー3。糸を出す怪物と交戦中。負傷者2名。我らは歩兵一体。燃えたヒルトの死の宅がいた。強すぎます。撤退しましょう。開けろ。それも知らずせ、糸に当たらなければ何ということはない。何やつ。いよいよですね。仕事の時間ってわけか。戦うのかよ。戦闘用意。こちら戦略情報部。先に遭遇した黒い怪物をアルファ、糸を出す怪物をベータと命名します。ベータ型は俊敏ではありませんが、酸を含んだ糸を出すため非常に危険です。破壊は難しい。怪物だけでも駆除しろ。怪物をやるぞ。前進。戦場に入った。周囲に気を配れ。さあ、イエスター。仕事の時間ってわけか。行く先々に怪物が嫌がる。運がねえぜ。いや違う、ここだけじゃない。落ち着け。世界中が怪物だらけなんだ。プラン A だ。イエスター。してるぜ、背後。戦闘に備えろ。さあ、やった。戦闘に備える。イエスター。プラモリク戦闘が始まります。いよいよですね。落ち着け。準備はいいぜ。やってやります。大きな戦闘です。イエスター。プラモリク戦闘が始まります。戦闘が始まります。さあ、イエスター。
大型円盤が出現、怪物を投下し続けています。分かっている、ここも怪物だらけだ。よっ、めっちゃくだ。さあ、やった。東に動かすぞ。総司令官より全兵士へ。我々は敵の奇襲攻撃を受け多大な損害を被った。戦火は全世界に及び今も拡大し続けている。残念ながら所詮は敵にしてやられた。だがまだ負けたわけではない。今重要なことは人々が危険にさらされているということだ。我々は衝撃から立ち直り反撃を開始しなければならない。 EDF は再び立ち上がる。今この時から。メガジン、タロタロ、今度こそ安全な場所へ連れて行ってやる。そんな場所があればな。になる。人を笑わせる名人だ。兵士になってよかったぜ。引退したら年金をもらえる。落下してくる塔を確認、注意してください。消え許されます。嘘、塔が落ちてくるぞ。うわ、落ちてきやがった。うわ、敵の射程にいつも助けが出てくると、ベータ型だ、ベータ型が来るぞ。あの塔を放置するわけにはいかない。被害が広がる前に破壊するぞ。軍人になる決心はついたか。兵士はいいぞ。年金も出る。老後は安心だ。でも死亡保障には期待するなよ。誰か塔を破壊しないと町が怪物だらけになる。町を怪物で埋め尽くすのが敵の狙いだ。俺たちが許さない。塔を破壊し、奴らの目論みを阻止する。助けてくれ。まもなく戦闘が発表がありました。世界各地に飛来した飛行物体は地球外文明の宇宙船だということです。 EDF はレーダーの記録データを公開。それには無数の飛行物体が地球軌道上に出現した瞬間が記録されているとのことです。あまりに衝撃的な内容に
報道陣をはじめ集まった人々は言葉を失いました。現在 EDF 総司令部には世界中の報道関係者が詰めかけており、大混乱となりつつあります。カットクリアだ。敵がエイリアンだと。いくらなんでもまさか。俺は納得したぜ。この目で円盤を見たんだ。信じるしかねえ。また来やがった。これは武者震い。武器の点検は終わっています。場所まで連れて行ってやれ。今度こそ安全な場所に連れて行ってやる。到着したら俺たちも一休みだ。これ以上は働けねえ。まずはうまい飯、それから静かに。何か聞こえるぞ。元バーベキューだ。生きて帰ろ。怪物の大軍だ。左右から来るぞ。ちょっと待て。民間人を守ろう。距離は安全な場所どころか、危なくなる一方だ。安心しろ、俺たちが守ってやる。次は俺に任せる。この怪物、あたいだ。固い銃弾を弾きやがった。攻撃が効かないぞ。気にしてるぜ。早めてやります。問題ない。黒い怪物よりずっと固い。もうダメだ。こいつは、固いが3を吐かない。勝ち目はあると。3を出せない怪物だ。諦めずに戦え。今に捕まっても諦めるな。怪物を撃って仕留めろ。今に捕まっても銃で怪物を撃てってきたよ。それより仲間を当てにしてる。捕まったら助けてくれ。命を懸けて助けてくれ。 EDF は非常事態を宣言し、総司令部への立ち入りを禁じました。これに反発した人々が警備隊と揉み合いになっています。また来やがった。赤い怪物だ。
怪物が来るぞ。これは本当にまずいぞ。こんなの手に負えない。破壊隊からの武器は牙だ。近づかれる前に撃て。総司令官より全兵士重要な情報を伝える。敵性勢力の正体だ。彼らは地球外文明人だと推測される。皆の気持ちはよくわかる。信じられるわけがない。私の頭がおかしくなったと疑った者もいるだろう。しかし残念なことに私は正気だ。これは公式放送である。我々は地球外文明と遭遇した。地球は侵略を受けている。総司令官より全兵士、敵は空からやってくる。今現在地球上に安全な場所はない。あらゆる場所が戦場になりうる。全ての兵士が戦いに備えなければならない。全兵士が最前線にいるものと覚悟してほしい。戦えますか？おい、聞いたか？そんなバカな。俺はいよいよ手を挙げる。わかる。文句は誰に言えばいい？どうしてここに？こっちから金も欲しい。